今日は手羽中を使っためちゃくちゃ簡単な料理を紹介するよ。土日は超大変だよね。朝食べて昼のこと考えて、昼食べながら夜ご飯のこと考えてさ、永遠にさ、献立を考えてるよね。みんな本当にすごいよ。これはね、包丁も使わないから本当に楽ちん。これを初めてお店で食べた時本当に美味しくてさ、私学生の頃名古屋行ってたんだけど、これ居酒屋で絶対頼んでた。めちゃくちゃ美味しいし、で旦那も名古屋人で、超何回もこれめっちゃ作ってるんだわ。でこういう感じでさ、蓋でさ、ちょっと油の跳ねるのをね、ガードして、でこうやってもう煮詰めていくだけ。めちゃくちゃ簡単。男の人も好きで、女の人も好きで、子供も好きで、めちゃくちゃ簡単なメニューってある？これなんだよね。めっちゃうまい。大人は胡椒とかブラックペッパーいっぱいかけて食べてね。今日はね、鶏肉のみぞれ煮を作っていくよ。リクエストありがとうございます。ご近所さんからいただいた立派な大根で作っていくよ。2分の1本ぐらいでいいかな。大根おろしを作りたいんだけど、手でやるのは超大変だから、もうブレンダーがおすすめ。ザルにあげてね。でこんな感じで、鶏肉の皮は好きな人はもうそのままつけてってね、一口ぐらいかな、好きなように切って、こんな感じで切ってください。で塩を少し揉み込んでね。でうちのフライパンもうひっつく寿命だからやばいんだけど、普通にお肉から油出るから、引かなくて大丈夫。で調味料混ぜてってね。あなたのお醤油おすすめなの。富山県のお醤油めっちゃ美味しいよ。でこんな感じで焼き目つけてって、で余分な油はキッチンペーパーで吸い取ってね。であとさっきのね、大根おろしとちょっと出た水分と調味料をもう混ぜていくだけで完成。鶏肉に火が通ったらね、もう食べれます。こんな感じで完成。ネギとか大葉とか乗せても超おすすめ。ぜひよかったら作ってね。今日はね、質問をいただいております。ありがとうございます。簡単美味しい唐揚げの作り方も教えてくださいとのことで、私は唐揚げね、目分量でやるんですけど、こんなね、何でもいいです。袋にね、お醤油と、はい、でごま油、ごま油は少なめでいいです。でお酒入れて、ニンニクと生姜はもうお好きなだけ、好きなだけ入れちゃって、はい、でね、塩もね、ちょん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 と入れて、はい、もみ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 してね、冷蔵庫にね、30分から1時間ぐらい、はい、置いておきます。その間にソース的なものを作っていきます。これが油淋鶏で、これがね、韓国風コチュジャン。コチュジャン入れてもね、結構子供がね、喜んで食べるので、こちらね、カレー風味で、これがね、梅ソース。はい、片栗粉にねつけてもう揚げていくだけ。こちらも忘れないで、カレーちゃんね。はい、で二度揚げしました。完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。ぜひぜひよかったら作ってみて。ちょっと量が今日少なかった。ありがとうございます。今日はね、手羽先の塩焼きを作っていくよ。以前はタレで煮詰める方を作ったんだけど、今回は塩焼きです。最初に包丁で切れ込みを入れていくんだけど、フォークでブスブス刺しても OK。 火の通りが早くなるよ。でね、塩コショウね、こんな感じで振っていって、ニンニクをすりおろしていくんだけど、チューブでも全然 OK。 でね、料理酒と、はい、昆布茶をサラサラとかけて、はい、でさっきのね、手羽先ちゃんをボウルに戻して、はい、揉んでいくだけで、しっかり揉んだらごま油をね、タラタラとかけてください。もう超簡単じゃない。ほんでね、冷蔵庫でね、少し寝かせます。はい、いってらっしゃい。はい、おかえり。ほんでね、もう焼いていくだけ、超簡単でしょね。北陸にもね、急に話変わるんだけどね、北陸にもね、春が来た。今日超あったかくて最高だったよ。もうこのままあったかくいてね、いてほしい。はい、完成。めちゃくちゃ美味しいよ。よかったら作ってみてね。今日はね、スナップエンドウちゃんのお味噌汁も作ってみました。春来た、ありがとう。
ですという質問です。ありがとうございます。私も料理苦手やったんやけど、初めて旦那に振る舞った料理がチキン南蛮やったの。やから今日は作っていくね、思い出のチキン南蛮。すいません、あのね、チキン南蛮ね、あの工程が多くてちょっとめんどくさいんやけど、作った後の価値が高い。かなり美味しいし喜ばれるから、よかったら時間の時に作ってね。はい、で胸肉でももも肉でもどっちでもいい。今回は胸肉にしたよ。胸肉を小麦粉つけて卵つけてこんな感じで揚げていくよ。で次ね、はい、調味料を入れていって、ほんでね、もう玉ねぎちょっとと唐辛子はね、辛いの苦手な方は入れなくていいよ。はい、ちょっとつけてこんな感じでもうチキン南蛮完成。で次ね、タルタルソースを作っていくよ。ちょっと玉ねぎもね、あの水にさらしておいて、はい、卵をみじん切りにしてって、あとは調味料を混ぜていく。マヨネーズは多め、ケチャップは少なめ、塩コショウも少なめ。はい、こんな感じで完成です。めちゃくちゃうまい。で個人的にね、私が好きなのはね、タルタルソースの中にしば漬けを入れる。これね、めちゃくちゃおしゃれ感出るし、できる女風。はい、今日もありがとうございます。